ウクライナ東部ドニプロ、教育施設にミサイル攻撃、18人負傷。ウクライナ東部ドニプロ市で2日、ロシア軍によるミサイル攻撃があり、教育施設が損傷し、18人が負傷した。ドニプロペテロウシク州のリサク知事が、通信アプリテレグラムで明らかにした。現在も子ども5人を含む12人が入院している。ロシア軍は最近、ウクライナへの攻撃を強化しており、3月22日には戦争開始以来最大規模となる送電網インフラへの攻撃を実施、迎撃が難しい弾道ミサイルの使用も増やしている。ウクライナドローンでロシア空軍基地を攻撃、戦闘機6機破壊か。ウクライナ軍は5日前夜にロシア西部ロストフ州のモロゾフスク空軍基地をドローンで攻撃し、少なくとも戦闘機6機を破壊、8機を損傷させたと主張した。信憑性は不明だが、ロシアの報道からは、現場で実際に攻撃があり、爆発が複数回あったことが示されている。事実であれば、ウクライナによるこの種の攻撃としては、これまでで最も大きな成果を得たもので、ロシア軍の航空戦術にとって大打撃となる。複数箇所を同時攻撃。ウクライナの英字紙キーウポストによると、攻撃はウクライナ保安庁 SBU が軍や領土防衛隊とともに実行した。複数箇所を同時に狙った大規模なドローン攻撃の一環だった。ロシア国防省は、ロストフ州上空で44機、クラスノダール地方上空で6機、それからサラトフ、クルスク、ベルゴロド各州で1機ずつの少なくとも53機のドローンを撃墜したと主張している。ウクライナの軍事サイト、ミリタリーによると、ロストフ州知事は、軍飛行場が40機以上のドローンに攻撃されたと語った。上空でドローンが飛行する音が聞こえ、数十回の爆発があったという現地メディアの報道や、SNS、テレグラムへの投稿があった。爆発は防空活動によるものだという主張も見られた。今回のドローン攻撃は、ウクライナが行ったものとしては、これまでで最大規模とみられる。ウクライナ軍は攻撃を仕掛けた夜に、ロシア軍の自爆型ドローン、シャヘド13機全てを撃墜したとも主張した。これらの数字の信憑性は確認できないが、ウクライナのドローン能力がロシアを凌駕している可能性を示唆している。ウクライナのオレクサンドル・カミシン戦略産業相は、昨年12月に、我々は来年中距離数百キロを飛行できる無人戦闘航空機1万機超と航続距離1000キロ以上のドローン1000機超を生産する体制をすでに有していると自身のテレグラムのチャンネルで主張した。防衛アナリストの H.I. サットンが一覧にまとめているように、ウクライナは排水管を用いた単純構造のものから自爆型に改造した軽飛行機、低コストながら洗練された攻撃ドローンまで、少なくとも16種類の長距離攻撃ドローンを製造している。今回の空軍基地の攻撃に用いられたドローンに関する情報は公表されていない。モロゾフスク空軍基地の重要性。ロシア側はドローン攻撃の危険性を十分に認識していた。一部の空軍基地では、おとりとなるようコンクリート上に航空機の絵を描いていたほどだ。モロゾフスク空軍基地。モロゾフスク空軍基地はウクライナから600キロ弱しか離れておらず、攻撃ドローンで十分狙えるところにある。同基地には戦闘機の SU-24、SU-24M、SU-34、35が配備されているとみられる。これらはロシアの航空戦力の支えであり、ここ数週間、滑空爆弾でウクライナに深刻な損害を与えている。滑空爆弾は翼と誘導システムを備えている。戦闘機はウクライナ軍のパトリオット地対空ミサイルシステムを避けるために離れたところで爆弾を投下し、爆弾は衛星で正確に誘導され滑空する。最も大きなもので、重量は3トンを超え、甚大な被害をもたらす。ウクライナのゼレンスキー大統領は3月に
ロシアは3000を超える核空爆弾を投下したと明らかにした。この一方的な爆弾攻撃を阻止することがウクライナの優先事項だ。モロゾフスク空軍基地への攻撃にはそうした意図があることは明らかだ。ロシア空軍に近い軍事ブロガーファイターボンバーは同軍の損失に関して信頼できる情報源だ。ロシア軍の戦車部隊に大損害か。ウクライナ国防省大規模攻撃を撃退と発表。映像も公開。ロシア軍の戦車が次々と撃破される映像が公開。ウクライナ国防省は2024年4月1日、同国東部ドネツク州のトネニケ村付近で、ロシア軍の大規模な攻撃を撃退したと発表。次々とロシア軍の車両が撃破される映像を公開しました。トネニケは激戦地となったアウディウカの西方にある村です。アウディウカからウクライナ軍が撤退した後、ロシア軍はドネツク市の北西に占領地を拡大しようと攻勢に出ています。ウクライナ国防省によると、空中機動軍、空挺軍の第25空挺旅団が、ロシア軍の戦車4両と歩兵戦闘車両2両を破壊したとのこと。映像では、ロシア軍の車列が激しい攻撃を受け、損傷車両が続出している様子が確認できます。アメリカのシンクタンク戦争研究所 ISW は3月31日、ロシア軍がトネニケ近郊で大規模な機械化部隊で攻撃を行い、戦車36両と歩兵戦闘車12両を投入したと指摘。ただ、ロシア軍は大きな損害を受け、この攻勢は失敗したと分析しています。ウクライナ軍はトネニケ近郊における一連の戦いで、少なくともロシア軍の戦車12両と歩兵戦闘車8両を破壊したと報告しています。偽りの笑顔で米国に許しを請う習近平。経済方針を議論する三中全会開催の遅れ。遅くとも2月までに開かれると言われてきた三中全会、中国共産党第20期中央委員会第3回全体会議が未だに開かれていない。4月1日に三中全会は今年の6月に開かれるという情報が突然飛び出した。情報源は米国のシンクタンクカーネギー国際平和基金のダグラス・パール研究員だ。3月末に北京で開かれた中国発展のハイレベルフォーラム CDF に参加した際、中国側の幹部たちと話し、6月頃に三中全会を開く予定。しかし正式に公表されておらず、日程が変わる可能性もあると聞いたという。また、それまでに彼ら、中国側は直面している問題を解決する具体策を考えると付け加えたという。ラジオフリーアジア中国語版4月1日付。つまり、まだ準備中ということだ。三中全会は、今後5年の経済方針を議論する重要な共産党の会議だ。慣例に従えば新政権が発足した時の秋か年末に新しい経済などの政策方針を議論し決議をする。1978年12月18日に行われた中国共産党第11回党大会後の三中全会で改革開放へ舵を切ったことは有名だ。そのため、2022年10月の中国共産党第20回党大会で、習近平総書記が3期目に入った後の三中全会も、並々ならぬ注目を浴びた。しかし、予定の時期になってもなかなか開かれる気配がない。6月開催との情報が、中国国内ではなく米国から出てきたのも微妙だ。改革開放と外資誘致の協調、前兆はあった。3月27日、習近平主席が米国の代表的な CEO たちと会った。習主席は、中国の改革開放は止まることがない。我々は一連の改革を全方位的に進化する重大な対策を作り、推進するつもりだ。最適な市場化、法治化、国際的なビジネス環境を引き続き作り、米国を含め各国の企業にさらなる大きな発展のチャンスを提供すると話した。
人民網3月28日付。迷った挙句、習近平主席はこれまでの曖昧さを改め、やっと経済発展の方向に舵を切ったようだ。おそらく具体的な経済対策を練っているのだろう。中国は再び改革開放を進める。外資を引き続き歓迎する。米国のビジネスリーダーたちに習近平主席はこのように経済方針を明確に伝えた。習近平主席は逆戻りする経済政策で経済を冷え込ませ、外資も民営企業も逃げ出した。中国経済の発展を促進するためには、これまでの失策を挽回する必要があった。そこで中国国民に先に知らせるのではなく、練っている段階でまず外国の企業家たちに伝えた。それだからこそ三中全会は今年6月に開かれるだろうという重要情報を国際会議の場で語り、外資を安心させることを優先したのだ。それだけではなく、3月26日から29日まで海南島のボアオで行われたボアオアジアフォーラムでも、中国の幹部が外国からの参加者たちに三中全会の日程を語った。こうした行為も意図的だろう。